そう、Y 君、V から目が覚め始めてきたのに、ライブのせいで洗脳されて。19,500円献金してしまう。Y は悲しい、健常者になりたい。転売目的やん。これ、どう反応するのが正解？よかったね。ああ、アホ発見でん。ようこそ、弱者男性の世界へ。ライブって見るの金かかるん。YouTube でやってるから VTuber なんじゃないの？お前が幸せならそれでいいんやで。VTuber のライブなんてあるんだ。VTuber の T シャツも買ってしまう模様。ボーリーを探せ。ラグビー選手やん。え、何これ、V 要素どこ？マリン船長のクルーだけど。このワンポイントのためだけに買うのか。はい、船の乗組員感出てるやろ。ごめん、ラグビーのユニフォームしか見えんわ。泣きながらウエハース食べてそう。リッチが出してたのはポテトスナックやで。まあ、涙で塩分出しても安心やね。すまん、ウエハースや、これ。こんなのに金使うくらいなら、ASMR の作品、DL サイトで買い漁るわ。今スプリングセール中だし。ブスデブおばさんの声で抜いてるのに変わりはないやん。はい。スチームもセール中だよな、買い切りはええぞ。Y は悲しい。こういう T シャツっていつ着るんや。着れないからしまってあるんや、イベント用やね。職場できる。ソシャゲに課金するより頭おかしいわ、こういうの。ホロライブ最高って言ってそう。なんでホロライブってわかった？あ。画像にホロライブステージデイにって書いてあるからね、わら。へぇ、英語読めてすごいね、これでいいか？聞いててくさ。イベント会場限定ウエハース。くさ。おっちゃんやん。これが10万円で取引。謎の男、結婚して半人前、子供作って1人前。このヤグーさんってのが一番人気なんか？5年後くらいにアンチになってそう。楽しかったのならいいんじゃねえの？知らんけど。全能作詞、虎の巻。転売屋でもないトレカやらないファンが、バイスをカートン単位で買う世界。トレカはある。開封すれたテロ、サインカーテロ。ウエハース1個75キロカロリーだから、カロリーがやばい。チラ見せで十分なワイワイタンか？デイワンは割と買った方が良いかとも思った。配信6500円は高いけど。YouTube のチラ見せも見たけど、有料配信は音質良すぎて買ってよかったわ。キモすぎやろ、お前。搾取されるの悲しい。V が目覚めた。こういうのって、お菓子いる？スーパーのお菓子売り場で売れなくなるからいるぞ。これを着ながら配信見るのが作法なんだよな。毎週土日になると、競馬で金を失ってるワイと同じやな。今回のライブめっちゃ良かったよな。良かった、でも、前回の方が好きだった。田中康平の新曲出してくるとは思わんかった。子育ては、人類の使命だと社長が言ってるぞ。聞く。言うて、既婚、子持ちが多数やろ。どうせ南西で最子持ちだらけなんやし。地方、ホロライブ社長、子育ては、人間の使命。なんで未だについ消ししないんや。ええんか？どんだけ燃やしたいの、病気だろ。もう燃えてるんや。尺をどうすんねん。聞いてて、草。その通りやろ、使命の意味、わかっとるか？人前にもなれない奴ら相手にした商売なのに、そんなこと言って大丈夫なんか？なんでこれが炎上するんや。使命を果たせない尺をの受け口を作ってくれた、神。何か燃やせないかと、必死に頑張って探した結果、これしかなかったのがかわいそうでかわいそうで。二次三次とか好きそう、わら。T シャツの生地がちょっと薄いから、優しく着ないとやばい。半端に理性残ってるとか、一番惨めなやつやんけ。意志弱いやつを騙してる感、嫌い。別にいいんじゃね。未来になれば当たり前になるかもしれんし、その頃には AI チューバーが出てる。豚アニメや声優やアイドルにハマるのが当たり前になったか？豚はいつの時代でも豚やぞ。ハマるのがというか、そういう世界が普通になることもあり得るって方かな。ゲームは毒、テレビは毒、漫画は毒、とかいう説も昔よりはるかに薄れてるし。V のライブって、いくらでもごまかせそうで、どうなんて。全部ビデオじゃないの、実際にライブしてるんか？そのうち AI の VTuber に取って代わられるんかな？ VTuber が取って代わられることはないぞ。なぜなら、姿だけ皮をかぶって可愛くした中身をバチャブタは見たいから、AI には中身がないよね。えじゃん。まともな人間は、嫁さんいて子供に課金してるけど、人生人それぞれやし。ええー、やん。なんじゃいみん。ペコーラに告白しようと思ってる。ペコーラに告白しようと思ってる。スレのみんなには、悪いけど、抜け駆けで。次の給料日、お金入るから、スパチャして、そこで気持ち伝える。ペコーラは男の人と付き合ったことないから、びっくりするかもだけど、もう気持ちを伝えるのを我慢できないから。こういう純愛っていいよな。
正直、キュンキュンするね。付き合ったことないのは、お前定期。実は、もうこいつと隠れて付き合ってるんやで。だからルナルナ入れてるんや。かわいい。実際言ったのか。ペコーラは男と付き合ったことないからセーフ。あと個人的には、ドンキ行くってのも少しマイナスポイントだと思った。不良のお店だぞ、あれ。ルルがドンキに行ったことで失望を隠せないルル心も襲う。本来、ルルみたいな清楚な娘が行くような場所じゃないからな。女でね、カフェドンキはあかんよな。これ好き。これ、ガチ感ある。キモすぎて草生えんわ。ガチ感あって、そこ。ワイも、ドンキ数えるほどしかいかんから、オナホ売ってる店って認識しかないわ。これは、正直かなりのガチ感がある。これガチやろな。グアやな。ワイも、心のルナルナ入れるわ。男が入れても、ほぼ毎日生理やから意味ないで。ネタじゃなくて、マジでこれ言ってるんなら病院行ってきた方がええやろ。泣いた。これどうなったん？成功したのか？次の給料日まで待たないとお金ないんやね。ペクタは、一回最低5万円スパチャしないと呼んでくれないからな。なんでやるのが次の給料日とかなんや？すぐ言えばええし、せめてもっとなんかの記念日があるやろ。金がないんや。アイドルに貢ぐよりは、ワンチャンあるんか？ないよ。直接繋がることが不可能だから。アイドルは直接会ってれば情が湧く可能性もゼロではないやろうけど、VTuber から見たら、ファンなんて便所の落書きに過ぎひんやろ。スパチャの正しい使い方。なんでどれも独特の文体なんや。これってガチなんか？ネタなんか？ガチやで。Y の女に側着せて配信させたら、お前らスパチャしてくれるか？うんこステッカー投げたるわ。エロい動きでサービスしてくれるなら。中身とかガチで関係ないらしいからいけるやろ。側のクオリティ次第。もう声優のリプランと一緒だよな。どんだけ気持ち悪いこと言ってみんなの注目集めるかみたいな。今って誰が人気なの？絵とか1ヶ月も経たずに飽きて、結局順しか見てねえわ。この前、ペコーラの魔界村見て VTuber デビューしたぜ。意外と面白くて草やったわ。見たら一瞬で心捉えるし、マジで天才だわ。でも飽きるで、絶対。整骨院行ったら炎上、ドンキ行ったら炎上、バスケしたら炎上、男とコラボしたら炎上、男とコラボしてるやつとコラボしたら炎上。ルナルナで生理周期記録してたら炎上。そりゃ安全日把握してたらムカつくやろ。別にリスナーの彼女じゃないし、どうでもよくない？声が大きいだけのマイノリティ。こいつがルナルナの使用相手だったりして。 VTuber はその辺にいる凡人でも大金稼げる夢を見させてくれてるんだ。あんなの誰でもできる。え、かわいそう。当店がガチ感あるな。ほんまキャバクラやな。VTuber が結婚します、子供を授かりましたなんて報告しようものなら、あれにあれて SNS 削除まで、バカどもが発狂しそう、わら。子供産むまでなったら許すやつを襲う。一番ムカつくのは、付き合い始めのラブラブ期に発覚することやと思う。これをネタだと思ってるやつは、実際に配信で流れる長文投げ銭見てみろ、ガチもガチだから。これ好き。定期。彼氏いたり処女じゃなかったら炎上ってようわからんわ。可愛くて彼氏いないとかありえへんし、そもそもいやし。赤スパなら何回でも喜ぶから、セーフ。某 VTuber が、もうちょっとで合計2億スパチャだっけ？ VTuber という存在に声当て取るだけの構成要素の一部でしかないやつが、その日常を VTuber の日常として語るから気持ち悪いんやで。中川翔子にストーカーして逮捕されたやつのニュース朝やってたけど、こういうやつがストーカーになるんかな。俳句定期。これは狙いすぎてつまらんわ。もっとガチっぽいのが見てみたい。二次三次みたいにテレビ番組の制作会社と組んでレギュラー番組作ればええのにな。やっぱ企画や内容はプロの制作会社の方が面白いよ。え、に腰振ってんの？笑。でも、幸せそう。